高野倉ダムは、福島県南相馬市原町区高倉にある二級河川、新田川水系水無川に建設されたダムである。原町区西部の阿武熊高地山中にある、高さ54.2メートルの重力式、コンクリートダムである。福島県によって事業化が行われ、その後当時の原町市、後の市町村合併により現在では、南相馬市が管理を行っている。 クレスト部には2門の赤いラジアルゲートが備えられている。新田川水系は原町区中心部を横断し、流域は約970個の農家が営農する約1200ヘクタールに及ぶ水田地帯であり、用水源を新田川とその支流の水無し川に頼っているが、戦場地に位置し川床どこを復流する河川であるために、取水不能になる事態が発生し、 毎年深刻な水不足に悩まされていた。1958年、1961年に発生した大干ばつにより、灌漑用ダム建設の要望が大きくなり、福島県により1969年に採択された県営灌漑排水事業を受けて1972年ダム本体工事に着手、1975年9月貯水開始。 1976年3月に、竣工した。1981年3月に2条の完成水路が完成し、全事業が終了した。現在は、東ダムの水路を利用した、小水力発電の計画がなされている。2019年10月12日の例は、元年東日本台風接近、同年10月25日の集中豪雨の際、 ダムの特例捜査による緊急放流が行われた。下流の高倉地区では一水により住宅一棟が全壊したか10個余りが床上浸水。護岸や道路、農地にも被害が出た。南相馬市は福島県などと協議しながら短時間大雨時の対応を検討する考えを示した。ありがとうございます。